んさん従業員ですかまあほとんどの人は人に養われながら一生を終えますからねまずは親に養われてぐだぐだと文句言ってこんな親じゃなかったらよかったとかね一丁前に文句言うわけですよけど米一粒でもね食べさせてもらってる以上は永遠の恩があるんじゃないですかそのぐらいに思っても、まあ、バランスは取れると思うんですけどねそれから多くの方は 10代を終えて20代になった頃自分で自分を養うことを要求されるんですけども残念ながら結局は会社に養われているんですよね最終的な責任は会社が持ってくれて会社がわけわかんないけども契約通りの給料を払ってくれるんで従業員の成果とか関係ないんですよとにかく契約通りのお金くれるんでできるだけ従業員はねサボろうとするし勉強して能力を高めてもっともっと高い地位を目指すよりも 何もせずに、自分の思い通りにやって、給料だけ要求する、つまり。義務を果たさずに、権利だけ主張する人間たちの出来上がりなんですよ。手取り十四万ね。いや、私もね。うん。思いますよ。十四万しかもらえない、あなたの能力って、何なんですか。十四、ね、万というと、ちょっと頑張って、高校生が夏休みアルバイトする、常にできる金額じゃないですか。 なんかね、スクールウォーズでね、109対0っていうね、試合の結果があって、お前ら0なのかと。同じ高校生と戦って、なんでお前らは0点で向こうは109 10点も入れられるんだみたいなね。まさにここでしょう。ね手取り14万がね、ずっと続く、この会社って何なんですかねって言うんじゃなくて、お前が14万を選び続けて、そして14万しかもらえないような働きぶりしてて、お前が終わってるなっていうのは、まさに筋が通ってますけども、でもね、 一生懸命やってるつもりで、養われているのにそれに気づかずに、自分が、自分の力で生きていると思ってる人が、口座に14万しか入ってなかったら、それは腐りますよね。うん、だ腐ってる人が腐るわけですから、もうしょうがないわけですけども。じゃあ、14万じゃない方法を選んだりとかね、ブラックロードじゃないように、うん、自分の仕事をデザインしたりとかできるんですよね。養われていると、自分の人生を作っていくって発想にならずに、与えた人が少ないとか。 いいいが少ななっていう風になるわけですよでそのまんま人は年老いて気が付いていくんですよ。何をやってきたんだろうかとだからね私ねああのあそうそう今回ね従業員じゃなくって香川照之さんっていう方がいらっしゃってね今ちょっと仕事が干されてるみたいですけども「あの流星ワゴン」っていうドラマの中でこの香川照之さんが中さんっていう役をやってるんですけどもこの人がねドラマの中で。 何が起きているのか分からない状況に来たときに、すごくいいことを言うんですよ。その時に、もう一人の主人公が、一体何が起きてるんだっていうふうに混乱するんですけども、その中さんはね、こう言うんですよ。わしには分かっとるね。わしには分かっとる,ってってるこれは。おいお前中さん、一体何が分かってるんだよ。どういうことなんだよって聞くんですよ。そしたら中さんは自信を持ってこう言うんですよ。わしらが何も分かっとらんちゅうことは分かってるぞ。 これすごく大事なんですよ。分かってないことに分かるってどのぐらい大事かってことですよね。分かったつもりでいて分かってない人間っていうのはずっと手でる自由なんですよ。でも、あ何にも分かってないなと。やべえなって気づいた時に人はスタートラインに立てるんですよ。そんな深い意味があったのか、全然想像もできなかった。そういった意味が含まれていたのか、全然行間が読めなかった。ね、いろんなことを仮説して、空想して、 それれが当たたっていいいななけけば真意にっていうのはたどり着けないんですよねでも自分の稚拙な解釈でやり続けてうまいこと結果が出ないのを誰のせいだと思うわけなんです自分は考えてやってるのにそれは考えてる部類には入りませんよということっていうのがねなかなか気づけないんですよね。うん、まあ 何も分かってないってことに分かっているかどうかってことここすごく大事なんじゃないかなと思うばかりですよね。